お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの 2.6 オグね使っていきたいなと思います。というわけで、まあ、2.6 オグといったらこう大砲やね、こうマスケスケアイスピのまあ有名なね形を皆さん思い浮かべると思うんですけど、今日ちょっと違った方のね 2.6 オグやっていきたいなと思います。というわけで吹き矢ミニペの、方でやっていくんですけども、まあ、最近ね、ロイヤルジャイアントだったり、まあ、スケラですね、スケルトンラッシュが、まあ、すごい流行ってます。というわけで、まあ、環境をね、まあ、ただただ目立った、形のね、ホグと、まあ、合ってますんで、よいしょ、まあ、非常にね、独特な方でございやすと、いう、しょうもない感想しか僕には思いつかないんですけども、これでやっていきたいと思います。なので、まあ、ロイとかね、スケラー、環境デッキ引けたらいいなと思うんですけども、さては、ホグ対決。うえぇ、行きたー、いいよ。さ、ホグ対決、まあ、負けるわけにはいかんっすね。どっちが本物の 2.6 なのかはね、相手に教えてあげないといけないですね、というところで、これ、スケが来ます。スケが、うっとりしたね。さ、多分これは完封できると思うんですけどね。ミニペの射程が短くなったものの、オッケーオッケーオッケー。さあ、僕のホグは相手の大砲に完封される。で、僕の、で、相手のホグは僕が頑張ったらミニペで完封できるっていう。ちょっとね、ハンデを背負っている気もするんですけども。あはあ、あれはね、寝てますね。はい、よいしょ。なので、むずいですね。僕がホグ飛ばしても、大砲でただただ抑えられるだけだと、なんかね、辛いですよね。なんか理不尽と言いますか。あ、でもあれ行かないんだよな。さっきから。ちょっと待って待って。寝てんな本当に。スタンプで寝る余裕ないぞ、相手。さっさっさっさ。で、これはね、鬱陶すればいい感じにダメージを抑える気がするが、まあまあいらないな。一発、二発受けちゃうものの、さ、この吹き矢もで、これなんなら両サイド行くと、まあ、真ん中すけど大砲で終わるんですけど、事故る可能性も、あ、おまたおぉちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、そんなことある、今のはさすがに行ってもいいよ、大砲にホグ。ね。ちょっと今のはね、さすがになんか、ね、なんかさっきまで行かなかったから、今回も行かない方がいいのかなっていう、僕のホグがなんか気使ったみたいななっちゃってますよね。まあいいんですけどね、僕からしたら全然。さあ、で、相手のホグをマジでどうさえよ。で、相手が攻めたい時に、よいしょ、ホグを飛ばしてあげると、で、あ、待って、やべやべ待って、最悪最悪最悪、ごめんなさい、俺じゃないです。マジでごめん、本当に、知ってますってか、皆さん聞いたことあるかな、なんか、一緒に、こう、長い時間、こう、誰かといると、っていうか、その人といると、まあ、その人の口癖がこう、映ったりだとか、こうその人のまあなんか映ったりとか、なんか顔が似てくるみたいな、なんかそんな感じの、よくわかんないですけど、結構適当なんですけど、よく言うじゃないですか、そう、口癖が映るとか多分結構聞くと思うんですけど、まあそういったところで、僕チームメイトにいるんですよ。この芝スペルをすごいやる人がいるの。もう芝ファイボだったり、芝スケルトンラッシュだったり。なんかね、そういうチームメイトがいて、結構ね、こう、普段、こう、2v2 のためにこう、出社したりだとか、1v とか一緒にやったりとか、で、僕ん家にたまに泊まったりもするんですけど、まあ、そういったところで、映っちゃいましたね。本当に映ってほしくないところが映っちゃったんで、本当にごめんなさい。芝気をつけますと。いうわけで、今回ね、ウォールブレイカー、しかもトレハンのカエムさんだ。この人はね、あれっすよ。てか、トレハンがね、あれなの。僕の家みたいなもんっすよ。クラロワってクランあるじゃないですか。そうで、僕、基本このトレジャーハンターのクランにいるんですけど、よいしょ。あ、これ延命できそう。え、来た。いい。ネス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 。そう、トレジャーハンターのクランに、住んでます。住んでるんですけど、最近あれっすね。家に帰ってないっすね。まあ、理由はないんですけど、ただ帰りたくないんで帰ってないっす。って言うと、リーダーのね、まあ、言っちゃえばポノスのチームの監督のフッチさんに怒られちゃうので、よいしょ。そういう言い方はあんましないんですけど。いや、いいタイミングのオールブレイカーですね、これまた。ただただ、なんでかわかんないですけど、帰ってないですね。もう一個、僕普段ラットアカとマイク・アゾスキーのニアカをね、まあ、使ってるんですけど、まあ、あと他にもいっぱい、まあ、あるんですけど、いろいろ。
で、まあそのラットウカはトレジアハンターで、マイク・ワゾースキーのアカウントがグランドクラウンさんにね、お世話になってるんですけど、まあグランドクラウンさん本当に居心地がいいですね。まあ言っちゃえば、怒られる、監督に怒られるんであんま言いたくないんですけど、トレジアハンターよりも居心地いいですね。あー、そんなこと言うと怒られる。マジで怒られる。やばい、さすがに言えない。で、ちょっとよくねえな、これ、ウォールブレイカーが、あ、これでも、あ、延命しても踏まれるんだな。踏まれますね、これは。踏まないか。踏まないが、いわいい受けだな。無駄なヒースピード終わる。で、ウッドだけだと、守れねえな。うん、タイミングかぶったけど、まあ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 。で、これはですね、吹き矢が相手からしたら、なかなかしんどいよというところですね。なので、僕は吹き矢を延命したいですね。よいしょ。さあ、という感じで、吹き矢を延命します。で、延命できなかったら2周目ですね。OK、OK、OK。で、相手、ケツメガナイトだったので、2周目のメガナイトが回るんですよ。今、北飛ばしても。なので、1回これは出さずに、そうですね、受けから行って、OK。で、低め低めのカード回しつつ、で、なんならここでホグを飛ばす。で、ウッドとスケで、よいしょ、耐える。いいですね。いいタイミングのホグですね。相手がメガナイト割いた、そして攻めたいタイミングで、わー、みっちい。まあでもこれは、俺のヒールスピが火を吹くぜ。いやー、火吹いたか、本当に。まあまあまあ、いいぞ。いや、これはね、いいですよ。吹き矢がね、無限生き生きしちゃいますね。生き生き吹き矢の。で、これ飛んでからでいいか。あ、まあ飛ぶ前でもいいか。まあどっちでもいいんですけど、これ多分ザップが来ますね。ウッドからの、そう、ちょっと遅めに今回意識をしてね。さっきスケからのウッドで守ったので、相手はそれを警戒してやっぱザップが来るという判断。いや、めっちゃいい。冴えてる、俺。今日は。あー、ホグ。これ5ウッドで終わるな。多分5がね、250なんですよ。いや、250ね。え、待って待って。あ、ミスった。待って。終わんね、終わんね、終わんね。待って。さっき俺マルチしてた。マルチしてたから、マルチしてた感覚になってた。やべやべ、ちょっと待って。やべやべ。違う。あー、待って、やばい、やめて。あぶねー。グッドゲームだ。ミスった。あぶねー、あぶねー。今、グラチャでやってたんだ。さっき、マルチやってたんですよ、数戦で。5を、全然削れねえなと思って、5見たんですよ。で、5250だったんで、マルチはね。そう、今じゃあ260、あ、5ウッドやって。あぶねえ、本当だったら5172ですね。172。で、ポイズン184で、スペルほぼ48の、みたいな。またスペルダメージが変わったんでね、いろいろ覚え直したんですけども。あぶねえ、ミスとりましたね。気をつけなきゃいけませんね、というところで、アスドさんですね。アスドさん。誰だって感じですけど、スケ、皆さん。僕は今、地獄へ落ちました。なぜだ、スケとトルネ。スケとトルネ、クラロワっていうゲームにおいて、スケとトルネが入ってるデッキって、もうこのデッキしかないんですよ。はい。テスラクロスの、遅延テスラクロスですね。はい。というわけで、これ、多分100回やったら、100回勝てません。はい。というわけで、もうリタイアはしないんですけど。いや、マジで100回やったら多分100回勝てないんですよ。なぜなら、5なので、まあ、テスラとクロスに両方に対してそんな微妙。そして、ミニペッカも相手がスケもないってあるので活躍しない。で、吹き矢はウッドでコロコロしちゃう。で、僕の方が相手のテスラとトルネード終わると、いうところで、僕がどんな神プレイをしようが、ミニペがたまたま2発タワーを殴ろうが、いや、なんならタワーをたまたま3発殴ろうが、勝てないんですよ、これ。どうする?回転で勝ちたい。回転で勝ちたいと思うじゃないですか。相手も回転が早いんですよ。地獄。なので、ウッド削りしていきまーす。で、ウッドが多分コロコロしていきますかね。あー、ナイトで耐える。これどうしようかな。どうやったら勝てるかな。ミニペがぶっ刺す。いや、吹き矢はぶっ刺すだな。はい。で、低めに。で、これ多分ね、アイスキーが来んかな。ウッドから。あー、俺のヒルスピ、ちょっと避けた位置に出したのに。ちょっと避けた位置に出したのに。一発?おい、ナイス。やるんだね。さては、ワンチャンある。ワンチャンある。ワンチャンあると思いたいが。クロス、カモン。いや、来ない。なんならウッド?いいよ。ISG だけでもやっちゃって。いや、あるぞ。待って、スケサイト。スケサイトだぞ、お前。
スキューされたらどうすんだこれ。取るねか、取るね。テスラッティーや。あー、俺のホグちゃん、ホグちゃん一発、あー一発も殴らせないよ。いやー、でウッディちゃんがいるんすよね。ウッディちゃんで、うわー、ロケットナイス。それはいいぞ、ロケット使った。あ、待って、でもやべ、ロケット使われた後なのに手札がピンチっていう。よし、これホグですね。もうホグで耐えます。で、トルネを使ってくる。いや、ウッドだった、ウッドを使ったので僕の吹き矢、そしてミニペイ。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 。いや、待って待って、全部どこ行っちゃった。ワンチャンあるんじゃね。ちょっと待って待って、これね、よくないんですよマジで。クラロワってワンチャンあるんじゃねって思うんですけど、ワンチャンないんですよね基本的に。いや、あるんですけど、このここまでの敵だと。あー、出たー。さあ、最強戦術、非ロケットウッド削り。まあ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 、いや、これ動作ちげえか、まあいいか。で、トルネが来る。事故れ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 。どうしようかな。どっちかをワンチャン狙っていきたいですね。マジワンチャンあるっすよ。ここまで来たら。ここまで来たらマジでワンチャンある。吹き矢で殴る。そして、おい、ワンチャンある。マジワンチャンある。いやー、あのテスラ邪魔。あのテスラ邪魔。ちょっと、ワンチャンねえな、これ。あの、ほら、もう地獄なんですよこれ。戦争始まっちゃった、戦争始まっちゃったんですけど、僕のアイゴレミニペによって、あのテスラが、あ、待って待って待って、ナイスナイスミニペ。あ、逆行きお前なんで。いや、待って、あるぞワンチャン、マジである。ファイボーで突破して鳥の使わない許容。いや、めっちゃいい判断それ。俺からしたら地獄。あ、待って、やってるやってる。あいつはもう絶対俺だろ、絶対俺だろ。俺怒ったからな、お前マジ許さねえからなお前。あー、おー、マジある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 。ほんとに、ほんとに、ほんとにミニペン事故れ、ミニペン事故れ。吹き矢、お前どこ行ってんだよ、お前。そっちやねん。ちょっと待って、待って、待って。お前、ただの煽りされて終わっただけやねんか、お前。お前、ボケボケボケ。あー。え？ちょっと待って、俺の今の時間返してくんね。何これ。俺、ただ煽られただけ、これ、ほんとに。ほんとに煽られてだけ？ちょっと待って。え？なんだよ、お前。俺と BO3 やろうぜ、今から。あー、いいトルネなんだよ、それはね。ちょっと上手いんですよね。まあ、相性ですよ、こんな。はい、というわけで、まあ、勝てると夢見たね、僕がバカでしたよ、と。だって、あんな、あ、でも待って、あいつのキング964だ。さては、キング狙えばよかった。ワンチャンありますよね。ホグとかミニペを毎回キングに吸ってたんで、キングにすればよかった。まあ結果論なんですけど、あ、ちょっと負けたまま終わるのも嫌なので、もう一戦いきますね。くっ、だって相手があんなにしばろけして、なんかいろいろね、うん、事故ってあれですよ。本当にもうね、しんど。うん、というわけで、まだ遅延スケラの場合はまた違いますね。相手が僕の吹き矢に対してポイズンを打たないといけないので、まあ、そのタイミングにホグを飛ばすと相手のコストがね、足りなくてホグが一発刺さるとか、ミニペの受けがしんどいとかがあるので、遅延の、まあ、スケラとかに限っては全然勝ち目がすごいありますね、まあ、遅延の他にはね。ただ遅延の、ロケット削りのあのクロスですね、あれにだけはマジで勝てません。それ以外の遅延には全然勝ち目があるんで、本当に頑張ってほしいです。てか、他の遅延に来い。遅延スケラ来い、なんなら。今から倒したいですね。とか言ったら遅延クロス来るので、遅延クロスで来んなって感じで。よいしょ。さあ、よろしく。まあ、そういうわけですね。ホグなんですけど、まあ、吹き矢がね、スケラに。ミニペはね、まあ、ジャイとか、ロイジャイ系に優秀。クロスは、無理です。っていう感じで。おーい、はあ、ちょっと待って。違うんだよな。もう違う、よかった。ちょっと待って。びっくりした、俺もう。もうびっくりした、本当に。クロス組んだとか言って、遅延クロス来ないのに、テスラアーチャーの普通の2級クロス来たのかと思って、ヒヤヒヤしちゃった。普通のでしたね。普通のなら全然いい。てか、全然違う。クロスじゃなかった。クロス来たらダメって言って、クロスじゃなかった。これなんだ？ゴレだ。すごいゴレだ。という感じで、よいしょ。これなんだろうな。延命します。よいしょ。で、
いいね、いいね、吹き矢、吹き矢いいね。これなんならミニペック回復させて、うえ、いいね。からのホグ飛ばしてもいいけど、ちょっと怖いので一回待ってね。相手がこれは何で防衛してくれるのかっていう。あっちゃがごですね、あっちゃがご。これホグ飛ばしてからの、これに防衛してきたやつをそのまま吹き矢で回収、オーブンですね。陸受けないな今相手。ババだったもんな、これ絶対きついっすよ、ミニペ。アイゴルミニペして、ファイブを出せるか。いや、来た。アイゴルスケです。これで、相手は困ります。アーチャー3号も両方回ってないでしょ、多分。そう、困るのよ。あはザップでした。まあ、そういうこともあるよね。ちょっとダメージがやばいですね。これ多分飛ばすとババなんすけど、当たってちゃいます。うわぁ、いい位置だな。まあ、一発入れば。なんならもう一発。よいしょ、ナイス。しかもザップだったんで、僕の吹き矢が無双ですね。で、ゴレ出た瞬間になんなら逆サイ降りに来たかったんですけど、同サイ来たので、一回ね。で、ホグ飛ばして、よいしょ。全部持ってかれたけど、まあ、一本取ったので、この吹き矢の位置よくねえな。もう一個右に出しとかねえと、ゴレの爆破でちょっと飛んじゃうかもしれないですね。そう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 。で、こういう気持ち蓋して、OK。で、ウッドで終わるんで、一旦ウッドで落としつつ、ミニピ流して防衛の構え。うわ、めっちゃ端前から来んだな、こいつ。こいつとか言ったらダメ。で、ホグ飛ばして、一回飛ばして、OK、OK、OK。で、吹き矢が生きてる。吹き矢、ナイス、吹き矢生きてる、ナイス。吹き矢生きてるのはでかい。もうウッドして、で、延命でしょ、延命します。で、3が5が来るので、これ3が5、あ、裏に出した。いや、ナイス。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。で、なんなら壊しちゃって、もう。延命、延命絶対、延命絶対、延命絶対、ボケ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 。で、あー、そうですね。で、今回多分、ババのターンなので、ホグウッドして、ヒースピーもして、ウッドが空振ってる。あー、でもいい。あー、オッケーオッケー。あれは5打ちてえな。オーブンに5打ちます。で、ゴレのコストはまだないのよ。まだない。で、ゴレのコストはまだない。で、ゴレ来たら来たで、よいしょ、溶かすか。これ溶かした方がいいな。やべやべやべ。溶かさないとゴレ。溶かして、溶かして、溶かして。溶かしたら耐えれる。OK。溶かし、溶かし、溶かしゲーミングですね。からの、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 ホグが、ホグが来ると思うけど来ない。そして遅れていきます。で、ヒルスピも添えてあげて。あー、めっちゃいいな。いけ、吹き矢、吹き矢兄弟。お前らいけ、お前ら続け続け続け、グッドゲーム。いや、吹き矢、ナイス。ちょっと危なかったですね。危なかったですけど、ミニペがやっぱ優秀ですね。そして吹き矢ね、今回相手がザップだったっていうのもあるんですけど、そういった部分でね、守りますよというところで今日終わります。このホグちょっと楽しいんでね、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで、次ね、土曜日かな、クラロリーグの試合があるので、ぜひ応援よろしくお願いします。というわけで、お疲れちゃんでした。またねー。